富山地方鉄道3530系電車は、富山地方鉄道に在籍した路面電車車両である。1951年に日本車両で、で3531の3535 35の5両が製造され、富山機動線で使用された。車体は心臓だが、機器類は旧型車のものを再利用している。戦後製の電車としては極めて珍しい四輪単車で、 台車は、ブリル 21E を履く。手ブレーキと発電ブレーキを装備し、空気ブレーキ装置はなかったが、3533には1999年に取り付けられている。車体は、全長8メートルと短く、外反、骨組みなどは鋼鉄だが車内は木材を利用している、半構成車である。ヘッドライトはかつて全面倉庫の中央に一頭、あったが、 1978年に二等化された。同時に、側窓は H ゴムを用いた固定窓になった。1996年には3533の全面窓をアルミサッシに改造している。終電装置は、ビューゲルとトロリーポールの中間的形態で、いわゆるワイゲルと呼ばれるものを用いていたが、後年 Z パンタになっていた。 1966年に3531と3532が、1971年に3535 35が廃車となり、残った2両は除雪用となった。路面の除雪は自動車で行うため、フランジュの通過する部分が雪に埋まらないようにすることと、凍結防止剤の散布のために使われた。1999年には3534が廃車となった。 翌年に残った3533は書類上機関車扱いとなったが2008年に廃車解体され形式消滅した。ありがとうございます。